で、レンガ、これ、粘土持ってやると、テクノロジーで、これいけるかな？あ、レンガいけましたね。あ、レンガを2つ作れと。これ最優先だな。あ、レンガ、よしよし、来た。レンガは粘土4、石があればいいのか。レンガ作りしよう。レンガ2つですね。よし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 。でさらにこの制作工程を見て、いやでもたまんないんですよね。だいぶ待たないと。また探索ですかね。すぐ行けるようにしとくか。ご飯だけ持っといて。なんかあそこにいる、あれって、熊？石か、ただの。このボードで、これを確認。ちょっと一個お試しで作ってみるか。アウトドアで、簡単な部品が必要なのこれ。ああ、結構大変か。じゃあコストかかりますね。木の板と食物繊維、木の槍も10本必要なの。で、簡単な部品一つか。めちゃくちゃコストかかるな。簡単な部品をやっぱ量産できるようにしないと、ダメですね。あ、レンガいけましたね。これで、はい、確認。何でできるんだろう。溶解炉を、レンガ15か。まあ、いけないことはないけどな。でかいぞ、これ。こんな感じでやっていかないと。あれ、大変ですね。なるほど。粘土も相当使うな。石も15。レンガは入れて、またこっち側、こっち側で、レンガを焼かなきゃいけないと。インゴットですね。鉄のインゴットがとにかく必要なんで、ゲットしよう。やっぱあれ、クマっぽいな。クマいますね。クマやるか。あー、あとレンガがあれば、OK ですね。近くクマうろうろしてるぞ。いずれこっち来そうなんで、イノシシだな。イノシシがいるのか。これでやるか。これ売れるかな。12発入るんですね。でかくないですか、このイノシシ。またとんでもない動きしそうだけど。でかっ。イノシシめちゃくちゃでかいな。来る？襲ってきそうだけど。見た！やったイノシシ、あ、その奥にもいますね。一発食らったけど、大丈夫。めちゃくちゃでかい。牙がとんでもなくでかいな。ああ、肉大量に取れた。これトレーダーハウスでお裾分けしましょうか。ああ、皮も取れた。あれ、鹿がいません？いや、生き物いっぱいいるな、ここ。なんだ、これ、お裾分けできるかな。焼かないと、ダメか。取引。0.3 か。皮は？あ、0.2。全然ダメだな。いいものがあります。ゼロ。ゼロ。あれ、全然ダメなんだな。参りましたね。引き取ってくれない。獣は売れないんですね。ということは、こっち側で処理をしないと。こんな食べきれないですけどね。メンタリティも下がるしな。焼いたら買い取ってくれるのかな。
皮も何かしらクラフトできそうですけどね。あー、バーベキュー、これになるのか。狼肉と一緒ですね。喉渇くからあんまりいらない。全くいらないな。あー、そうか、これ調理スキル上がるから、これも見といた方がいいのか。なるほど、それは重要。ちゃんと見てないとスキル上がんないっていうのがくせ者ですね。結構上がったんじゃないの。料理、あ、料理も1位になった。これ燻製ならいけるかもしれない。あ、これやっぱ上がんないんだ。これ見てるときも上がんないんですね。テクノロジーでこれ原木があれば、あー、また取らないといけないのか。あ、いけますね。農業もできる。蜂とかも買えんの？ワインダルとかある。飼育。家畜も買えんのこれ。すごいすごい。やれること多いな、ほんと。とりあえずここで、バーベキュー肉。取引できないかな。0.4。やっぱ若干は上がる感じかな。0.4 か。いいものがある。いいものとしては、何個かまとめるとあれかな。あ、ようやく1位になった。なるほど。じゃあ2位ぐらい上げとくか。これ食べないですからね。3位にしとくか。あー、それで3位になったか。じゃあこれを与えましょう。関係性を上げとこう。これもう、明日14日だから明日の夜、ゾンビ来ますよね。このあたり、作ろうかな。迎撃拠点か。そこから離した方がいいと思うんですよね。ここら辺に作りましょうか。規模周りあるし。石とかでもいいと思う。まあ、木で作っちゃうか。トレーダーハウスの横ですね。あ、建築許可なし。え、もしかして、トレーダーハウスに近いからか。ここら辺は？あ、建築許可なし。なんだそれ。建築許可なんて初めて言われたな。あー、トレーダーハウス近くはダメなんですね。ここにするか。ささっと作っちゃいましょうか。日中はできれば、探索したいんですよね。あの、警察署のところの家とか探して、できれば、ご飯系欲しいですよね。ちょっと荷物多いんで置いてくるか。ちゃんとこっち側の家襲ってくれるかな。じゃないと大変ですね。痛い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 。結構これ、跳ねると危ないですね。大ダメージ食らったな。これで、まず最低限、これぐらいでいいでしょう。どうやって飛び乗ろうかな。1マス開けて、作れるのか。周りは全部、スパイク20ぐらいに囲いたいんですよね。とりあえず、あ、テリトリーテーブル。あー、他プレイヤー、まあ、これはオンライン用ってことか。まあ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 。とりあえず、まずはこれか。こんぐらいか。ジャンプでいけるかな？うん、こういう感じ。危ないな。痛い痛い痛い。またダメージ感じた。大丈夫かな。あー、赤くなっちゃいましたね。14日目。2回目だから前回よりも多分多いですよね。こうして、行くときはこういう感じで。出るときは大変か。まあ、こんな感じで行きましょうか。一度ジャンプで。HP だいぶ減ってるけど。こうして。あ、いけますね。じゃあ、これであと周り囲んで、
やればいいか。出るときは、こっからまたジャンプみたいな感じで、やってこう。20に行けるかな。まあ、一部20にすればいいか。横側から来てくれると、ありがたいですね。こうして。こんな感じかな。周り全部囲って、さらにもう一周したいけど、とりあえずは、こんぐらいで。あっという間にまた夜になっちゃうんで、急ぎましょう。もう夜明けですね。早いんですよね。時間の進み途中で変えられたらいいんですけど、変えられないからな。もっと時間はもっとゆっくりに進める感じでいいですね。急ぎましょう。夜明けになった。よしよしよし。あー、そっちが拠点。拠点壊れそうなんですけど。大丈夫かな。あー、変なとこ落ちた。よし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 。とりあえずこれで周りは囲めましたね。さらにこっから、足場とかってあるんだ。これでやってもいいかもしれないですね。あー、なるほど。これはこれでなんか良さそうだな。うまくやれば、なんかつなげてできそうですね。あ、出るとき楽か、これやると。ちなみに足場はどれぐらい必要なの？あ、木の板が結構必要なんですね。こんなにやるの大変だな。やっぱまだスパイクを置いた方がいいですね。次回の時足場も使ってやると良さそう。とりあえずこう、ゾンビのあれを防ぎたいですよね。ここか、ここは出るようにスペース開けといて。30ぐらいでやれば、なんとかならないかな。で、ライフルで迎撃すると。ここら辺も、結構ゾンビ頭良さそうですからね。こんな感じにして。OK かな。ちょっと一度、そっち側行って、レーンが焼けたと思うんで、溶解炉か、作っちゃいましょうか。あとご飯も食べなきゃな。はい、完成ですね。おー、できたできたできた。これで、ようやく、インゴットいけるぞ。鉄ブロック大量にあるんで。こうして。あれ？インゴットは？あれ？え、ちょっと待って。え？あー。これで覚えなきゃいけないのか。なるほど。びっくりした。できないのかと思った。銅のインゴットとかもこれ持った状態で、覚えればいいのか。はい。で、アルミとかも覚えられると。とりあえず、これで、鉄のインゴットを、結構いける？あー、なるほど。結構燃やさないとダメそうだな。これって燃やせんのかな？石炭とかもありましたよね。それも使うか。よしよしよし。いけましたね。あ、これですごい。石炭ですね。これも燃やせる。これは燃やせないのか。じゃあ、あとは、こっち側か。迎撃拠点を完成させよう。ん？なんかダメージ食らってる？あー。
汚れ具合が良くない、もしかして。なんか画面がおかしい気がするな。チカチカしてますね。あ、熱いのか。熱いって書いてあった。熱いの。あー、参りましたね。じゃあまたこれ脱ぐしかないってこと。熱くてあれなんですね。ヘルメットがあれかな。確かに夏ですからね。あー、それでピコピコ言ってたのか。で、水分メーターも減りが早いってことか。よしよしよし。とりあえずこれで今回の襲撃は迎え撃ちましょうか。うん、そうしよう。急いで。あー、暑いんだな、やっぱ。ちょっと、いろいろとやんなきゃいけないんですけど。インゴットってまだできてないの、これ。あ、まだ作ってなかった、嘘。これでいけたかな。あ、始まりましたよね。インゴットができれば、いよいよ作れるものが一気に増える。あ、で、こっちはこっちで完成しましたね。雨降れば多少、あれか、涼しくなるか。マチェーテとか置いてこっち側にしようかな。これでもやれますからね。これを早く作らないといけないんですけどね。はい。鉄のインゴット1個。OK ですね。で、これを、テクノロジー、簡単な部品。よし。これで、簡単な部品。アルミ、インゴット、鉄、銅必要なんだ。うわー、結構大変だぞ、それ。あー、これまだ覚えられないから、まだ作れないな、じゃあ。思ったよりも、大変だぞ。まだ必要なものが色々とある。ちょっと急いで、水を取らないとダメなもん。ちょっと探索ですね。ささっと行って、今日の分の水分だけでも確保したい。水分と食料か。もう雨が降って涼しいうちに、家ですね。家を回りましょう。家に結構食料品はあると思うんで。またできれば、あの小さな回路でしたっけ。それがあれば、あと2つあれば、雨水貯めるやつも作れますからね。早く水を、目一杯飲めるようにしたい。そこですね。その正面の家行きましょう。ゾンビもいっぱいいるけど。なるべく攻撃せずに。あんま気遣えないですからね。危ない。ちょっと待って。ちょっと痛い。ちょっと。オッケー。危ない危ない。オッケー。ハンマーだな。ハンマーでやっていこう。中いる？あ、いろいろ探すところは多そう。あー、いいですね。簡単な部品いっぱいあった。よしよしよし。ちょっとゾンビに気をつけながら。あ、簡単な部品めちゃくちゃあるな。あとは飲み物。来ましたね。どうするそれ。気づいてない。ちょっと全力で来ない。オッケー。いや、めちゃくちゃ集まってきたな。いつも通りすごいいるけど、
せめて。やばそうだな。いった。また来る？出た方がいいですね。あ、いかんいかん。よいしょ。あ、スタミナがないって。まだ来る。こっち側から来ないんだったら、まだ怪我してないですかね。アドレナリン、そこに溜まってるな。入りが大変ですね。